こんにちは。今日は業務連絡の動画です。7月12日に伊勢神宮の内宮を参拝し、おかげ横丁などに立ち寄ってブラブラした後、夕方から3時間ほど伊勢のカラオケ屋さんでおフ会をさせていただく予定です。私が宿泊する予定の旅館の食堂にお聞きしたところ、8名までしか集まれないということだったので、居酒屋も考えました。でも、 同伴の下の子供が17歳の未成年であるため、居酒屋はやめておきます。そこで、ナスビさんが伊勢市内のカラオケ屋さんを見つけてくださいました。日中参拝後ブラブラする方にご参加の方、そして夜のみご参加の方、両方ご参加くださる方、どなたも、まずは青木さんが作ってくださったブログの方にコメントを残してください。 ブログへのリンクはディスクリプションに貼ってあります。で、コメントを記入してくださる際にはお名前、これは別に本名じゃなくて、YouTube のいつもコメントを残してくださっている時のチャンネル名でも大丈夫です。ただ、参加希望の時と万が一予定が変わってしまってキャンセルの時には同じお名前でお願いします。そして、日中の参拝。 の方と、あと、ブラブラしたりするのと、夜のオフ会への参加は、別々に記入していただけますと助かります。昼の行動には予約は必要ありませんが、カラオケは予約が必要です。夜は最大30名、先着順にリストにして、30人に達した時点で締め切りとさせていただきます。 夜の部の参加費用は食べ物、飲み物付きで3000円から4000円です。ソフトドリンク飲み放題だと3000円くらい。お酒飲み放題だと4000円くらいになりそうです。夜の部へのご参加は5月28日までにお知らせくださいますようよろしくお願いします。私のバケットリストに入っている一生のうちに一度は参拝したい伊勢神宮ですが、 えっと、ブログの方にも書いてくださっているんですが、本当は月空の方に行って、そして内空っていうのが正しい参拝ルートなんだそうです。7月12日、1日で全部回るのは無理なので、内空だけにし,としたいと思っています。なので、月空に関しては、前日とか当日の朝に各自お参りしてくださいますようよろしくお願いします。最後に、 昨日は石川県で大きな地震があって驚きました。被害ができるだけ小さいことをお祈りするとともに、被災者の皆様にお見舞いを申し上げます。Stay safe, stay healthy.